背景です。今回は西武優勝の可能性はということで、パリーグが今非常に混戦状態となっています。ソフトバンク、西武、オリックスの3チームが同じゲーム差で並んでいます。本当にどのチームが優勝してもおかしくない状況のパリーグなんですけれども、その中でもライオンズの優勝の可能性っていうのを今回は優勝ラインだったり、今後の対戦チームだったりを踏まえてどのくらいの可能性があるのかっていうのを話していきたいと思います。今回は視聴者の方からこういったリクエストがありましたので、そのリクエストにお答えをしてこの動画を作成いたしました。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、パリーグの優勝ラインということで、まずはですねパリーグの優勝ラインの方から見ていきたいと思います。それが以下の通りになっているんですけれども、この表を見てもらうと分かる通り、ソフトバンクが12勝11敗の残り試合ですね、12勝11敗の場合、西武とオリックスは10勝8敗でいかないと優勝することができないというふうになっています。ソフトバンクはね、貯金1の場合だと西武は10勝8敗、オリックスもですけど10勝8敗でいかないといけないということで、結構ねこうやって見るとやっぱりソフトバンク有利というか、なかなかね厳しい戦いを強いられることにはなるのかなというふうには思います。それはね、でもどのチームも同じなのであれなんですけれども、やはり一番有利なのはソフトバンクになってくるのかなと思います。ただですね、そのソフトバンクをねやっぱりこう倒していかないと、ライオンズ優勝できないということなので、ここからはですね、ライオンズがどうやって優勝していくのか、ライオンズの優勝の可能性について話していきたいと思います。はい、それではですね、西武が優勝するにはということで話していくんですけれども、まずですねライオンズ残り試合、18試合のうちソフトバンクとの試合は5試合残っています。これはですね、楽天とも5試合残っていて、その楽天と同じ数で、他のチームの中では一番残っているというふうになっています。なので、他のチームの中ではソフトバンクと一番残り試合が残っているので、結構ねそこは激アツになるんですけれども、そういった状況になってます。で、本気でね優勝狙うってなると、やはりこの5試合ほぼ全試合勝利しないときつい状況なのかなと思います。ソフトバンクは12勝11敗で、ほとんどねもう優勝できてしまうということなので、それをね西武が例えば5連敗だったりとか、あるいは負け越しとかっていうふうになってしまうと、それだけソフトバンクにもこう勝ちを与えてしまうことになるので、そうなるとね、やはり当然優勝は遠のいていきます。ただ逆にこの直接対決をものにすることができれば、ソフトバンクに負けを増やすこともできるし、こっちもね勝つことができるということなので、基本的にねこの5試合に関しては、できれば5連勝あるいは4勝1敗では絶対行きたいところなのかなというふうには思っています。ただですね、やはり今シーズンソフトバンク戦、結構厳しい戦いを知られているんですね。対戦成績を見ても分かる通り8勝11敗ということで、負け越してしまっていますし、この前あったペイペイドームでのカードでも1勝2敗ということでカード負け越しをしてしまいました。なので、結構ね今シーズンソフトバンク戦苦戦しているというのがあるので、残り5試合ね勝ち越したりとか、あるいはね5連勝するって本当にねかなり厳しいことだと思うんですけれども、そこをやっていかないとやはりこうライオンズの優勝は厳しいのかなと。で、ソフトバンク以外で話していくと、楽天が5試合とロッテが3試合で、日ハムが4試合、オリックスがあと1試合で、楽天と日本ハムには勝ち越しをしていて、でロッテには負け越しをしています。で、オリックスにはもう勝ち越しが決まっているという状況になっているんですね。なので相性的な部分で言うと、比較的ね互角なというか、割と勝ち越している楽天と日本ハムと残っているっていう点においては、それなりに勝ちを増やせる見込みはあるのかなというふうに思います。仮に楽天戦、日本ハム戦全勝したとしても、9勝ですし、さすがにね全勝することはできないのかなというふうに思うので、6勝3敗だったり、あるいは7勝2敗ぐらいではいきたいと。それができれば、ソフトバンクにね例えば5連勝できなくても、割と優勝の見込みは見えてくるのかなというふうには思います。で、じゃあね具体的にライオンズどういった戦いやっていけばいいのか、誰がキーマンになってくるのかっていうところを簡単に話していくんですけど、これはね、あくまで僕の個人的な意見になるんですが、キーマンは高橋光成投手とブルペン陣と外崎選手なのかなというふうに考えました。で、まず高橋光成投手から話していくんですけれども、ソフトバンクと残り5試合あるという話を先ほどしたんですが、火曜日2試合ソフトバンク戦あるんですね。はい、5試合のうち2試合が火曜日ということになっています。で、火曜に毎週登板しているのが、現在高橋光成投手が毎週火曜日に登板しているので、このまま行くと、高橋光成投手がソフトバンク戦の5試合のうち2試合登板することになるんですね。なので、そういった部分考えると高橋光成投手の投球が非常に大事になってくるのかなというふうに思います。やはりこう高橋光成投手、エースと言われる立場ですので、彼が勝つと当然こうチームの勢いはついてくるし、単純にね5分の2を高橋光成投手が投げるということになれば、
まあそこでね、もう2勝できてしまえば非常に大きいのかなというふうに思います。まあエースという立場も考えて、あとソフトバンクとのね登板数っていうことも考えると、まあ高橋光成投手が一人キーマンとして挙げられるのかなというふうには思っています。で、続いてブルペン陣ですね。ちょっとねこれはね広すぎるのかなっていうふうにも思うんですけれども、まあやっぱりねブルペン陣の働きっていうのが非常にライオンズにとっては重要になってきます。まあ8月に入ってから結構ね救援陣、ブルペン陣がかなり苦しい状況になってしまっているんですね。まあ佐々木投手の離脱があったりとかで、それに伴って水上投手、本田投手に負担がいってしまって、彼らもね不調に陥ってしまったりとか、まあ本当にね苦しい状況にあります。まあライオンズは今年のライオンズ何がすごいのか、まあなんでねこの戦力でこの位置にいられるのかってことを考えると、やっぱりブルペン陣の力が大きいんですよね。ブルペン陣がいるからやっぱここまで優勝争いすることができています。なのでやっぱブルペン陣の力が戻ってこないと、まあ勝つことってなかなかできないと思います。やはりこうシーズン中盤ぐらいの勝っていた時期も、まあブルペン陣がやはり奮闘していたからこそ勝っていたっていうのがあるので、まあブルペン陣の復活っていうのはもう必要不可欠だし、彼らが復活することができないと、間違いなく、この残りのシーズン勝つことはできずに優勝はできないと思います。まあ平投手と佐々木投手がもう戻ってくるということなので、彼らの復帰によって、まあブルペン陣がね、完全復活することができるのかどうか、ここは非常に注目ですよね。で、あとは外崎選手ですね。まあ外崎選手、野手の中ではね、まあ一人キーマンとして挙げさせてもらったんですけれども、まあやっぱり外崎選手の働きっていうのが非常に重要になってくるのかなと思います。まあここ最近はね、ちょっとこう調子を落とし気味で、先日のソフトバンク戦でね、久しぶりにまあホームランを打ったということで、ちょっとね、復調の気配を見せてはくれているんですけれども、まあ、山川選手、森選手、源田選手、まあ、この3人はねそれなりにやっぱ数字も残すし、まあ、コンスタントにやっぱ結果を残してくれるんですよね。まあ、ただですね、やっぱその3人に加えて外崎選手がしっかり打ってくれると、まあ、打線の厚みもあるし、まあ、特に森選手、山川選手がまあ勝負を避けられたりしまった時に、こう外崎選手がその後ろでしっかりと打つことができれば、さらにね得点を取ることができると思います。まあ現にこの前のソフトバンク戦も外崎選手がホームラン、7番にいた外崎選手がホームランを打ったことで、まあ千賀投手から勝つことができた、ソフトバンクから勝つことができました。なのでやはりね、ああいった勝ち方をやっぱ今後もねしていくことがすごい大事になってくると思います。なので打線のカットに関しては、もう外崎選手がやっぱ一番のキーマンになってくると思うので、まあ彼の活躍にも本当に期待をしていきたいですよね。はい、まあここまでですね、まあライオンズどうやっていったら優勝することができるのか、まあ優勝の可能性どのくらいあるのかということについて話してきたんですけれども、最後はもう主力を尽くすしかないということで、まあライオンズの球団のスローガンもね、まあ後半戦、終盤戦ですね、主力を尽くせということで、本当にその名の通り、もう死ぬ気で戦っていかないといけないのかなというふうに思います。まあ、ただですね、そんなにねこう悲観的になる必要はないのかなというふうに思います。まあ、先ほどね正直ね優勝正直厳しいし、かなり厳しい戦い強いられるっていう話をしたんですけれども、まあライオンズも直近11試合で5勝6敗とかなりね調子は下降気味なんですけれども、ライバルのソフトバンクも直近12試合で6勝6敗ということで、まあそんなにねソフトバンク自体も調子いいわけじゃないし、そこまでこうソフトバンクと勢いに差があるかといったらそういったわけではありません。まあ戦力的にもねそんなに劣っているかというと決してねそういうことはないと思うので、まあ直接対決でやっぱり勝つことがまあ一番大事、逆にここを勝つことができればもういけるんじゃないかなというふうに思います。まあこの前の直接対決ねちょっと巻き越してしまったっていうのが痛かったので、まあ次ホームで直接対決するときはもう絶対に全勝するぐらいの気持ちで行ってほしいかなというふうに思います。でも優勝するしかないということで、ちょっとここはねもう精神論にもなってしまうんですけれども、やっぱりねコア4と言われるような源田選手、外崎選手、森選手、山川選手、この4人がまあ今年から来年にかけて FA 権を取得して、まあね全員ね残るってことはね正直可能性としてそんな高くないし、まあ、もしかしたらね誰か一人は移籍してしまうことになるかもしれません。まあ、そうなるとね戦力的にやっぱ優勝できるのも、まあ、今年が最後になるのかなっていうふうにも思うし、まあ、あと辻監督ですね、ずっともここまで長年指揮を取ってくれた、辻監督が、まあ、今シーズン優待するのではないかというふうにも言われています。で、あとは、まあ、内海投手ですね。ベテラン投手の内海投手も、今シーズン限りでの引退を表明しています。まあ、本当にこう、戦力的にも、なんかこう、区切り的にも、やっぱり今シーズン、やっぱ優勝するのが、まあ、一番ベストなのかな、というふうに思うんですよね。はい。なので、まあ、優勝する条件も揃ってるし、やっぱもう区切り的にもね、絶対こう、優勝してほしいシーズンでもあるので、もう今年勝たないといつ勝つんだ、ということで、なんとか、最後絶対勝ち切って優勝してほしいな、と思います。まあ、正直ね昨年本当に最下位ということで悔しい結果に終わっている中で、今シーズンここまで
こんなシーズン終盤までこんなにね面白い戦いをしてくれている、まあ、それだけでもね正直十分っちゃ十分ではあるんですけれども、まあ、ただねやっぱりここまで来たら、まあ、絶対優勝してほしいし、まあ、オリックス、ソフトバンク本当に手強い相手ですけど、まあ、なんとかねやっぱ勝ち切ってほしいなというふうに思っています。まあ、最下位からの優勝、まあ、そして日本一というのがねやはり一番かっこいいと思うので、なんとか最後まで主力を尽くして頑張っていってほしいです。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter の方も毎日更新をしているので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたら、コメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。